皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。ヨウムです。フランだよ。ニトリです。ココロです。アタイだよ。さあ、またお待ちかねの異変探しの時間よ。前回は海外ゲーとか言ったからな。お、また他のゲームを見つけたね。またやると思ったけど、どうせまたホラーゲームなんだよね。いや、そんなことはないけど。え、本当に？では、また異変探しゲーがこちら。はい、今回やるゲームはステーションをやっていくよ。それで、これどんなゲームだ？8番出口とエスカレーターと同じよ。今度は車内で異変を探すゲームらしいよ。なるほど、なら話が早いね。これって言語はないかな？日本語があればわかりやすいんだけど。あ、ちなみにこれ英語しかないからここは翻訳機能を使うわよ。他に機能はないかな？多分ないと思うな。なんだ、グラフィック設定しかないね。あ、やっぱ英語しかないんだね。え、なんか言語があればありがたいんだけど。これはしょうがないな。また更新すれば日本語が出てくるはずだぜ。これは実績かな？うわ、なんかいろいろ多いんだけど、さすがに全部というのは、まあ、これどういうゲームなのかやってみないとわからないからな。え、これ9種類の実績が並んでるな。さすがに全部を揃うのは難しいと思うぞ。さて、もうこれで調べるのはここまでだね。あ、そうそう、今回のゲームは難しいと言われてるらしいよ。開始する前に車内をチェックすることができるよ。なるほどな。では、早速開始するよ。お、説明が書いてあるね。はいはい、8番出口と同じ内容だね。ところでここはどこなんだろうね。ここは地下鉄みたいだね。あ、次の行き先が書いてあるね。ああ、やっぱ出発する前に点検するのも当たり前なんだよね。あ、やっぱゼロになってるね。それにゲートが閉まってるみたいだが、5番線にしないと開かないようだな。あ、この列車、前に乗ってことがあるんだけど。あ、そういえば去年にやったあのゲームで出てきたよね。そうそう、なぜか電車が出てきたもんね。ああ、あのゲームはマジで大変な目にあったからな。確か、果てしない迷路のような際の世界だったよ。でも私が開発した道具のおかげで、危機から逃れることができたよ。ただ、一人あの世界に取り残されてしまったからね。本当に大変なことが起こってしまったからね。あの時早く逃げておけば助かったけどね。あの人は気づくの遅すぎたよ。二度と起こらないようにみんなで注意しないとね。また取り返しのつかないことになるわよ。あの、さっきから何を言ってるんだ？私もさっぱりわからないんだけど。ああ、また戻ったらお前らにちゃんと説明しないとな。これ全部覚えないといけないのかな。ドア、椅子、ボール、電光掲示板、ポスター、雑誌、床、新聞、椅子の落書き、女性の位置、ドクロの絵、これらを覚えないといけないらしいよ。車内だけじゃなく、外の掲示板も確認しないといけないからね。うわ、それはめんどくさそうなんだけど。うわ、本当にドクロの絵があったよ。あと3個の瓶が置いてあるな。あ、消火器もあったね。よし、もうみんな覚えた？いや、すぐに覚えられないが、少しだけ覚えた気がするな。これちゃんとクリアできるのか不安なんだけど、みんなで協力すれば大丈夫だよね。物が変化するかもしれないけど、そう簡単に終わらないかも。ねえ、これ何が書いてあるのかわからないけど、ここ日本じゃないよね。ここはね、今いるのはアメリカよ。お、じゃあ今アメリカにいるんだ。え、私は英語が喋れないんだけど。でも大丈夫よ。こっちは翻訳するツールがあるから大丈夫よ。ならせっかく海外に来たことだし、帰る前にみんなで観光しようじゃないか。あ、もう出発するね。さあ、こっからの本番だね。ちゃんと全部覚えたのか不安だが、もうここでやるしかないな。異変を見過ごしたら巻き戻されるけど、ちゃんと見切れるのかな。まあ、ちゃんとできることを祈るよ。あのガイドを従って、車内に異変を見つけ出すよ。あ、もう来たんじゃない？20秒で到着するとはね。あ、やっぱ来たんだ。お、来るの早いね。さあ、早速車内に点検していくぞ。この椅子は変わってないね。あ、なんかこの椅子が変わったけど。え、どれ？あ、ほんとだ。ここは降りるべきだね。お、また別の電車が来たね。またどこか変わるだろうね。もしニトリがいなかったらそのまま閉じ込められたからね。むしろ無限ループに巻き込まれてたからね。また変化が起こらなきゃいいけどな。さあ、またどこか変わってないかな。ここの3つの椅子は変わってないな。向こうの列車も問題ないね。床は問題ないね。あ、元の椅子に戻したみたいだね。さあ、またどこか変わってるはずよ。あれ、チャイムになってるんだけど、ちょっとまた降りるしかないね。うわ、ちょっと早すぎじゃないの？やっぱこれは異変かもしれないね。はあ、いつになったら駅に向かうんだろうね。ちょっと時間がかかるかもしれないが、ここは我慢だぜ。さあ、まだまだ行くよ。まだ諦めたわけじゃないからな。
さあさあ、どんどん確認していくよ。ここは問題ないね。あ、ちょっと待って、電光掲示板の文字が右に移動してるよ。はあ、まただね。どうも変わったところがあったが、でもこうして異変に気づくからな。異変に引き返しても数字が変わらないとはね。これはちょっときついかも。お、文字がちゃんと左に行ってるね。他はちゃんと調べたの？全部点検したら問題ないようだな。じゃあここで乗ってもいいんだよね。全部異常なしってことだね。でもちゃんと駅に着くのか不安だな。まあ、ちょっとみんなで確認してみよっか。お、チャイムになったね。なるほど、10秒になったら鳴らすんだったね。果たして駅になるのか見てみないとね。この電車は揺れないよね。お、出発するよ。うわ、この電車が揺れるんだけど、前に乗った電車は揺れてなかった気がするな。ここは座った方がいいね。お、この電車、めっちゃ速いね。問題起こらなきゃいいが。まあ、時々ミスが多かったからね。そうだよな。あ、もう着いたみたいだね。さあ、ちゃんと1になったかな。お、1になったよ。なるほどな、こういうゲームなんだな。わーい。さあ、また次の列車を待つよ。よし、何も変化なし、あとは待つだけだな。え、ちょ、うわぁ。おい、びっくりしたな。おい、どうしたんだ一体、な、なんか嫌な予感が。え、どこも変わってないんだけど。いや、そうじゃないんだよ。じゃあなんなの？あの、まず落ち着こうよ。なんかあったの？まさか異変を見過ごしたわけじゃないよな。な、なぜ叫んだのかわからなかったけど、これはミスったかもしれない。おいおい、よしてくれ。絶対ミスんだ。なるほど、こういう時もあるんだね。よく見たら何も変わらないな。あれ、一つ椅子が多くない？お、確かに増えてるね。よし、ちゃんと点検したことで、あとは出発するの待つだけだね。あの、もし失敗した時は絶対騒がないでよ。他の人たちが迷惑になるからね。ああ、ちょっと失礼なことしちゃったよ。うまくいけばいいけど。え、ちょ、何この声は。ちょっと一回出て方がいいと思うけど。あの、さすがに私も賛成だと思うけど。ちょっと、今のは BGM なんだけど、ほんとか、なら問題が起こらなきゃいいが。さあ、ちゃんとうまくいくかな。わからないけど、またミスを起こしても、これを終わらすの時間の問題だね。まだこの駅に来たばかりだからな。いろんな広告が貼ってあるけど、全く全然読めないぞ。それならパチリーのところに行って、英語の本はあるかと相談したらどう？メイリンに行っておくよ。大丈夫かな。なら代わりに私が行ってやるぜ。あ、なら問題ないか。もう着いたみたいだけど、うまくいくかな。はあ、どうかうまくいきますように。あ、2になった。はあ、やっと進んできたな。また戻されると思ったぞ。さあ、まだまだ行くよ。よし、特に変わったところはないね。あ、ちょっと待って、なんかチャイムの音が。そういえば違うのが鳴ってるからな。え、ガイドには書いてなかったけど、違うチャイムが鳴っても問題ないと思うよ。そうかな。どこも異常なし、ほんとか？うん、問題ないね。はぁ、あ、3番線に向かうんだね。特に問題ないよな。あ、ちょっと待って。うわ、文字が動いてない。危ない危ない。おい、霊夢、知らなかった。もうちょっと確認しておけば。まあ、ちゃんと回避することができたんだし、また次の列車を確認していくよ。あ、また逆方向になってるよ。こりゃスキップボタンだね。あのボタンを押せば移動できるんだね。はぁ、ちゃんと3番線に行くといいけど。お、もう出発の時間だね。早く次の駅に行きたいな。ねえ霊夢、何か忘れてない？え、何が？いや、何がじゃなくて、一個消えてるんだか、しまっちゃった。あ、ねえちょっと、椅子に落書きが消えてるんだけど。え、嘘でしょ。それ早く言ってよ。はぁ、これは最悪だ。レイム、どんまい。はぁ、なんてこった。はぁ、もう今度こそ3番線についてほしいんだけど。こりゃむずいな。おい、全く駅に着かないぞ。やっとすぐに終わらないみたいだね。でもいい勉強になったね。はぁ、早く3番線になってくれ。はぁ、これで3番になったね。さぁ、残りあと2つだね。さて、ここは慎重に点検しないとね。また巻き戻すのはごめんだぜ。
さあ、すぐに点検していくよ。あ、あの女性が立ってるんだけど。これは異変なんだし、ここはスキップだね。うん、元通りだね。あれ、どうなってるの？向こうの列車が見えないんだけど。あ、この電車しかないんだね。これはまたスキップで。この椅子とポールは変わってないけど、ただあの椅子に落書きが消されてるね。お、今さら気づいたのか。なら早く出るべきだね。よし、特に変わってないね。え、ちょ。Reactor sector is being isolated. Repeat. え、何か起こったのか？原子炉セクターは隔離されてるとか言ったけど、何が起こってるの？これどう考えても異変に決まってるよね。早くここから出ないとゼロに戻されてしまうよ。え、もうあと15秒しかないんだけど、これはまずいよ。ニトリ、お前の機械でドアをこじ開けろだぜ。いやちょっと待って、まず様子見てからだよ。おい、もう残り8秒だぞ。あ、出れた。はぁ、一体何するつもりだったのかわからないけど、無事でよかった。じゃあ、次の列車を待つよ。よし、ちゃんと確認したことで、あとは4番線に向かうだけだね。他のポスターと椅子も問題ないな。電光掲示板、床とポールも問題ないね。さあ、もうそろそろ到着が近いね。あとは5番線に着くこと祈るだけだな。さあ、ちゃんと出られるかわからないけど、でもここまで来てるからね。はあ、やっと4になった。よっしゃ、やっとゴールが見えたぜ。あ、これ3つになってるね。よし、いよいよ帰れる時が来たよ。ああ、いろいろ異変を見つけたことだし、もう時間がかかったからな。はあ、でもみんなで協力したおかげで無事に出られるからね。さて、アメリカはどんなとこなのか楽しみだね。私も見てみたいよ。けど到着してからの話なんだけどな。まあ、ここは祈るしかないね。はあ、でも難しかったかもしれないけど、みんなはここまで来れたからね。さあ、どうよ。はあ、また戻された。1ぐらい経ったんだろうか。けどなんとか4に戻してよかったぜ。ゆゆこ様が心配になってるけど、できれば早く終わらしたいんだけど。さすがにお姉様も心配してるかもしれないね。早くこの無限ループから抜け出さないと大変なことになるよ。私もさすがに多かったかもしれないけど、ここの異変数が35個だってさ。え、そんなに多かったのか。なんか眠くなってきたけど、いつになったら着くのかな。散るの、もうちょっとだ。もう少しの辛抱だ。よし、最後の決着よ。もうここで決めるわよ。さて、もうそろそろ5番線についてもおかしくもないよ。私もなんだか疲れてきたよ。いろいろ調べたんだが、もうこっちも限界だぜ。あとは祈るだけだね。はぁ。なんか眠くなってきたね。もう着いたかな。はぁ、やっとついに5番線だ。はぁ、やっと着いたぜ。これでやっと帰れるよ。はぁ、もう二度と帰れなくなると思ったけど、ちゃんと戻れてよかったよ。やっと無限ループから抜け出してよかったよ。当たり前だ。さぁ、早くここから出るわよ。あ、実績解除されたよ。はぁ、もう何度も失敗したし、けどこうしてクリアできたぜ。お、たった1分ぐらいで終わったんだね。え、異変数が72個って。さぁ、ちょっとタイトル画面に戻るわよ。さすがに疲れてきたよ。はい、ということで、1番線から5番線までクリアしました。なかなか難しかったかもしれないが、でもみんなの協力のおかげだな。さて、せっかくアメリカに来たんだし、今から観光するか？そうね、ちょっと少し休んでから行こうかな。お、待ってました。わーい。あの、せっかくのとこなんだけど、ちょっとゆゆこ様が心配なんだけど。あ、そっか、じゃあ少し歩いてから帰るか。そうだね。はい、皆さんお疲れ様でした。もし挑戦したい方はぜひやってみてくださいね。以上、ステーション5というホラゲーでした。また次のホラゲーをやってきますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。またな。また。バーイ、おつです。よろしく、じゃあね。